ようございます。今日は眉毛も描いてない、もう鬼すっぴんです。もう寝起きではないけど、まあ起きてからまあご飯食べて歯磨きして、まあ髪はといてって感じです。鬼すっぴん、髪解いたけどアイロンしてないし、全然ちょっとあれですけど、目玉焼きティーダーだって。そうです、今日は久々に目玉焼きティーです。中学生みたい、やば、イエーイ。今日はあれです、ミュージックデイに出させていただきます。発表されてないけど、なんか多分直前に言うのかな、わかんないけど、そう出るので、ファンの皆さんにはちょっとお伝えしておきます。先に、なんかさ朝早く起きすぎてさ、やることなすぎてさ寝ちゃう、なんかずっと寝転がっててさ、めっちゃさ首痛いんだよね。なんかやることなすぎてずっと寝転がって携帯してて、めっちゃ一緒でした。だってそう一緒だよね。そうゲームをするほどの集中力が使いたくなくて、なんかご飯も朝ご飯食べたけど、そうまあなんか準備するのめんどくさいから別にお腹もいっぱいだし食べなくていい、なんかもう着替えるのも暑いから直前でいい、そうってなったらもう寝転がって携帯するしかなくて、そうめっちゃ首痛い。うん、そう体力温存しました。うん、また髪の毛伸びたってきた、伸びた伸びた伸びたくん。ヘッドマッサージしてください。マッサージ、わかんない、オリジナル ODA マッサージ。どうしよう、これでこうちっちゃくなるかな。明日親知らず抜くんですがアドバイスください。親知らずは私抜いたら、抜かれる時は全然痛くなかったんですけど、抜いた数日が地獄でした。いやなんか血が止まらなかった。だからご飯食べても全部血の味するし、寝ててもこうやって血がどんどん溜まってきて、こうやってバーって、枕がめっちゃ血だらけでした。うん。
親知らず抜くのやめようかなだって。いやでも縫ってもらえば大丈夫。なんか私謎に1回目抜いた時は縫ってもらえなくて、ずっとさ傷がそのまんまで、もうずっと血出てたけど、2回目の時は縫ってもらってまあ大丈夫でした。うん、でもめっちゃうまくて、あの病院の歯医者さんマジで痛くなかった、抜くとき。私は大丈夫ですよ。でも親知らず早く抜いた方がいいですよ。親知らずを抜いたら小顔になるって言いますし、うん、縫うのとかめっちゃ痛そうだって。いや麻酔してるから大丈夫、歯とか。なんかさ歯の麻酔さめっちゃさ違和感すごいよね。私あんまそんな、うん、なんかすごいたらこ唇に、なんか鏡見てないでさ麻酔されるとさ、えって今すごい唇、今タバコ唇じゃないのかなって思うけど、そう全然鏡見るとそんな感じじゃない。あそうめっちゃ痛かった、麻酔切れたら。でも薬飲む、でも大丈夫、親知らず抜いて抜いた方がいい。うん、虫歯になりやすいって言うから親知らずは。そうなので、まあ、麻酔してくれますし病院の歯医者さんが。うん、だって虫歯になって歯医者さんで虫歯治療するってなってさ、親知らずがそっちの方がめんどくさいと思う。うん、アドバイスできんだね。だってやばい、舐められてるお舐めになられてる私のこと。もう25だぞ、25年間この地球を生きてきたんだぞ。ライムグリーン良き、この T シャツめっちゃお気に入りなんです。夏になるといつもパジャマで着る。めっちゃ私目玉焼きめっちゃ嫌いなんですけど、そうめっちゃいい。日本じゃなくて地球なんだって。だって私日本にいない時もあったから、帰国子女なんで。うん、ベトナムに行ったこともあるし、インドネシアに行ったこともあるし、韓国に行ったこともあるし、グアムに行ったこともあるし、帰国子女なんで。今日のタイムスケジュール発表されてるだって。え、発表されてるとは思うけど、16時台だって。
私今の髪型めっちゃ気に入ってんだよね。なんかそう、私なんかいつもウルフみたいな、ウルフ、まあ、ウルフほどウルフじゃないけど、ややウルフみたいな感じで数ヶ月生きてたんですけど、なんかねそれをやめたいから今エクステつけてんだけど、そう、こういう感じのね髪型にしたかったんです。なんかわかります、なんかポッって感じで、ちょっと重ためなワンレンっていうの、そう、ワンレンの髪型になりたかったんです。でも自分でやる、なんか自分の髪だったらめっちゃ時間かかるし、うん、そう、めっちゃ今の髪型気に入ってらっしゃる。ワンレンは前髪も伸ばさないと。え、そうなの？前髪切っちゃったよ、めっちゃ。ワンレンボディコンなんとかなんとかって知ってますよ。髪も綺麗ね、だって。そう、髪ね、めっちゃ気使ってはないけど、まあトリートメントめっちゃいってますから。鬼じゃないすっぴんの時ありますかって。私鬼すっぴんの鬼はあのとてもっていう、なんか私の中で鬼イコールとてもって意味なんですよ。そうだから、あの鬼すっぴんじゃなくてとてもすっぴんっていう、うん、そう、ベリーの意味、鬼イコールベリー。博多ならバリでござる。あ、そう、そういうことね。そういうことやね。鬼暑いだって。今日も鬼暑そう。空青いもんだって。空青すぎる。七夕の日に毎日アイドル100日、え、
やばい、お祝いしよう。浴衣着ようかな。絶対着れない。波動だもんね、波動だもんね、その日。どんどんどんと競争ゴール目指し波動行くだって。おっ、イエイ。波動落選したって方もいらっしゃって、倍率高いのかな。ゴール目指して走り抜こう、行け行け行け、綱引き騎馬戦、ゴール目指して最後まで、タッ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 。いつか逆上がりのポジション教えてたって。え、ポジション、え、いつもと同じですけど。え、明日からまたしばらく雨の予報が出てますね。え、明日から、ありえない。来週のクイズ番組が楽しみだって。あれ、来週だっけ。あれ、明日じゃなかった。あ、じゃあ今日じゃなかった。あれ、いつでした。あさってか、月曜だね。あ、もう偶数だから分かんなくなっちゃう。偶数か。偶数2と4と6と8、偶数、あの、難しいですね。そう、奇数だと覚えやすいんですけど。今日はちょうど1年の真ん中の日。え、じゃあ100、158日目ってこと。今日 157.5 日、 156.5 日か、違う、365でしょ。300、350、362で割ろう。155。違う、待ってごめんなさい、180か、100、180、惜しい。え、180、待って、ごめんなさい、とても残念です。いや、これは残念だわ。待って、100、ごめんなさい、180、
2.5 か。おお、よかった。イエーイ、正解。天才。今何時何分ですか？10時30分。182.5 日って何ヶ月と何日だって。え、簡単なんですけど、舐めないでください。7ヶ月と2日です。そこはね、ちょっとすいませんけど、まあ、計算なくても、まあ、はい。あれ？え、なんで？ちょっと待って。え？ 182.5 日って何ヶ月と何日？え？え、怖い怖い怖い。はい、それ以上喋らんときってきたので、はい、ちょっともうお口ミッフィーで行きたいと思います。数学に関しては、うん、でも一応これでも安心してください。高校受験受かってるんで安心してください。まあ、高校受験受かったのも10年前の話ですが、あ10年前の話ですが、はたたたた、苦手なものは、カラス。カラス苦手よ、マジで。
もちょっと苦手。あ、鳥がね苦手かも。野生の。スズメは平気だって。スズメ最近あんまり見ないな。スズメねえ、スズメあんま見ない最近。元気かね。待って、スズメってさ大きくなったら何になるんですか。スズメなんだ。なるほど。いや、ひよこってさ、ニワトリになるじゃないですか。でもそういう感じかもってちょっと思った。うん。スズメ私本当見ないよ最近。オタマジャクシは何になるか知ってる。だってカエルです。もうそれはね知ってます。私オタマジャクシ好きだったんで。トンボの子供わかる。だって、え、なんだったっけ、トンボの子供ってなんだったっけ、え、なんだったっけ、幼虫が違うか、ヤゴ、そう、ヤゴヤゴヤゴ。ハエの幼虫わかる。だってなんかもう気持ち悪いからちょっと考えたくない、ごめんなさい。もう虫の話やめよう。じゃあカニの話しよう。だってカニは横向きにしか歩けません。ホタル見たことある。だって、うん、現実ではあるかな。忘れそう、忘れちゃいました。森とかなら見たことある。見たい映画ありますか？ミステリー映画。
神奈川ってコウモリ出るの？え、出ると思う、場所によるけど。ホラー映画はいいや。こないだうちのマンションはカニが歩いてました。だってすごい、海辺なの。この間うちの庭に人手がいた。え？海辺なの？エリちゃん泳げる？だって泳げなんか泳ぎ方が正式ではないけど泳げる。なんか自分の体が勝手に泳ぐ、なんかなんだろう、そのクロールとかなんか平泳ぎとかそういうのはちょっと無理なんですけど、泳ぐぞっていう意思で進めはする。水泳上手そうに見えるって、いやめっちゃね下手なんすよ、それが。全然泳げなくて、水泳習ってたんですよ幼稚園の時に。でも全然上達しなくてやめました。うん、あとね息継ぎができなくて無理かな。うん、走り方も変。そうなんです、運動が普通に多分センスがない。うん、運動音痴っていう動きになってしまう、全て運動中。うん、美術部だったんで、私放課後は絵描いてましたんで、全然運動部みたいな、運動部ではなくて、なんかこの前陸上部だったことをご飯食べたんですよ。もう陸上部だった時の話とか聞くと、え、すごみたいな、めっちゃ思った。え、全然美術部と違うやんって、まあ、知ってましたけど、やってもできないですよ運動は。そう、いや、すごい、すごいなって思いました。なんか陸上部とかめっちゃ先生とかが怖くて、わーみたいな、うわーって、うん、
がすごいなんかあの時はさみたいな言っててさ、ええそんな感じだったの陸部ってってびっくりしました。ね、マラソンめっちゃ嫌い、長距離めっちゃ嫌い。なんかさ、なんか私マジでなんか走る意味があんまり分かんなくて、なんか自分はねすごい走るのすごい好きな人はなんだって思うかもしれないけど、なんか走る意味があんま分かんなくて、なんか走ってなんかどう、なんか自分的には別に走ってて全然楽しくなくて、そう長距離とかあると本当に辛くて、だから聞いてみたのその陸部の子に、なんか走ってる時って長距離とかやってた時にどういうこと思うのみたいな、もう辛くて嫌だとかって思わないのって聞いたら、いや思うよって、でも途中でなんかゾーンに入るって言ってた。そうだから途中でなんかもう体がもうなんか自分の意思とはもう関係なく勝手に走ってるみたいな、なんかもうそれがみたいな楽しいみたいな、そうってそういうとことなるんだって思って、うん、私は駅伝もやってたんですよ一応。なんか駅伝やってたけど全然いつも一番下のチームで全然遅くてしかもめっちゃ辛くて、なんでやったんだろうってめっちゃずっと後悔してて、そうでもなんか一緒に学校行く友達が駅伝やるって言ったから、あじゃあ私もみたいな、なんか軽い気持ちで小学生の時やってたんですけど、もう全然ダメで辛すぎて、まあそう、でも私はそんなになんなかった途中で、そんなそう私はゾーンに入ったことがちょっと一度もなかったです。うん、辛かった。運動が本当に苦手なんですよ普通に根本的に。辛い。だってゾーンに入ったふりうまそうだって演技やん。まあ、ダンスと運動神経あんま関係ないって言いますもんね。
今何時何分だろう。1049。夢のルートのマラソン何だったのって、30いくつとか途中で棄権しようかと思ったもん。夢のルートマジで辛すぎて途中でマジで棄権 しようと思ったけど、そういやもう本当にそう走り切った。あれは 4.7 キロ走ってます。めっちゃ走ってる。 4.7 って、 4.7 ってやばくない？秋葉原から多分秋葉原からわかんない、秋葉原から秋葉原から東京駅ぐらいあるんじゃないですか。もっとありそうだって。え、いやいや、めっちゃイージーモードやんだって。え、もっとある。あ、そうなんだ。秋葉原から上のくらいですか。わかんないな。札幌から函館ぐらい。もうちょっとわかんなすぎて歩きますか。原宿渋谷、原宿から渋谷はめっちゃ近いよね。でも歩けないな。あの原宿から明治神宮までだったら歩けるけど、原宿から渋谷はちょっとごめんなさい。うん、そう、原宿と明治神宮はもう双子なので歩ける。
でも実際渋谷から原宿と歩いたら10分ぐらいですか？もうちょい。20分。20分か。じゃあそろそろ今日の配信は終わろうかな。皆さん見てくれてありがとうございました。では最後にランキング読みます。いきます。13位グアパート群マニア、12位筋肉愛好家、11位ホワン、10位 YSN73 アット You は鬼かわいいお化け、9位ティーヤの夏といえば浴衣エリナ、8位中堅、7位河内、6位ボマ、5位高校、4位直樹、3位ジャン、あと群マニアおだし、2位西野圭吾、そして1位はひとくまさとる。ありがとうございます。では皆さん本日は見てくれてありがとうございました。この後番組見てね。バイバーイ。